北国新聞ニュースをお伝えします。輪島市の日本航空高等学校石川は今日、生徒9人が新型コロナウイルスに感染したことを発表しました。クラスターと認定されれば奥能登で初めてのケースになります。日本航空石川によりますと、おとといが3人、昨日は6人の陽性が判明し、9人とも医療機関で治療を受けています。感染経路は分かっていません。クラスターが発生した可能性があるため、石川県が調査を進め、クラスター認定されれば奥能登で初のケースになり、県内の高校でも初めてになります。学校側はおとといから部活動を停止するとともに、すでに教室や寮などの消毒を実施し、今日から休校になりました。航空石川の生徒数はおよそ580人で、学校の敷地内にある寮で生活する生徒も多くいます。濃厚接触者も複数いるということで、生徒を隔離して経過観察をしています。日本航空石川の青木陽介教頭は、関係機関、保健所の指導のもと、教職員一体となって生徒学生の安全を最優先に取り組んでいくと話しています。野口さん、奥能登でもということですね。そうですね、これまでコロナに関してはですね、無風地帯と思われていたんですけれども、ついにということですかね。航空石川は、野球やラグビーで、ですね、全国レベルの強豪校ですよね。部活の自粛というのはそれだけに残念だと思いますけれども、生徒さんたちも若いですからね、しっかり休んで万全の体制での、復帰というのを期待したいですよね。そうですね。金沢市は飲食店に1軒あたり10万円のクーポン券を交付することなどで、新型コロナによって打撃を受ける地域経済の回復を後押しすることにしました。金沢市が今日内示した補正予算案によりますと、クーポン券は新型コロナのまん延防止等重点措置が解除された後に、市内の飲食店およそ1000店に対し1件あたり10万円分が交付されます。交付を受けるには、営業時間の短縮や酒類の提供自粛に協力していることが条件になります。クーポン券の額面は1000円と想定され、店から客に渡し、客が次に店を訪れた際に飲食代金として使えます。金沢市は使われたクーポン券の金額分を負担し、飲食業界の回復を支援します。商店街振興組合などに対してはプレミアム商品券の発行を支援します。商品券のプレミアム率は 30% で、金沢市が3億円の予算で全額補助します。これによって消費者が例えば1万円支払うと、1万3000円分の商品券を購入することができます。こうした取り組みに必要な経費を盛り込んだ金沢市の補正予算案は、今月31日の市議会臨時会に提出されます。ではニュース解説です。農林水産省が発表する市町村別の漁獲量調査が廃止され、県別の公表に変更されたことで、海産物のブランド化を図る能登の市や町で困惑が広がっています。天然フグの漁獲量で3年連続全国1位を目指していた輪島市などにとっては、知名度アップに逆風になりますから、野口さん、新たな切り口も必要になりそうですね。そうですね、農水省は1951年にですね、海面漁業を漁獲統計調査というのを始めていて、漁協などと協力して、市町村別に漁獲量などを集計して、2年後に公表してきたんですけどね、これが2018年7月に、作業の省力化、効率化を図るために、次の調査から、市町村別の集計の廃止を決めて、都道府県単位のみの、公表のみに変更したわけですよね。この新しい集計区分でですね、この3月に発表された2019年度の都道府県別漁獲量によりますと、石川県は天然フグが519トンで、北海道に次いで全国2位ということになったんですよね。
全国で2位っていうのは、うん、胸を張れる漁獲量ではないかと私なんか思うんですけどね。実はそう思いますけどね。この輪島で水揚げされる天然フグ、まあ、輪島フグをですね、観光資源と位置づける輪島市は、はい、まあ、これまでも何度もですね、日本一に輝いた全国トップの産地であるという自負があってですね、まあ、PR に力を入れていただけに、これ2位であってもですね、なかなかこう素直に喜べないというのが本音のようですね。まあ、関係者は日本一の看板が消えて観光需要の落ち込みが心配だというですね、まあ、不安の声も聞かれるんですね、はい、またですね、このイカ類、まあ、これもまああの石川のご当地魚ですけれども、はい、まあ、2636トンで全国7位ということになったと、まあ、18年度に全国3位だった能登町ではですね、まあ、小木港という水揚げ港を持っていて、まあ、去年はイカ料理が味わえたりマリンレジャー の, この体験施設を備えたイカの駅つくモールというまあ施設がオープンしただけに、このイカの町という存在感がこう埋没しかねないということで、まあ、悲願を抱いているようですね。そうですか。まあ、漁業もコロナで需要が減って厳しい状況が続くだけに、ブランド効果に期待したいところでしょうね。まあ、この能登フグの場合はですね、まあ、コロナ禍によるこの需要の減少で、まあ、取引価格がコロナ前のまあ半額近くまで落ち込んだようですね、はい。まあ、今年2月に輪島フグの日というのを設定した能登半島輪島輪島クラブの新保稔会長からはですね、まあ、観光消費が見込めず地産地消を訴えるほかないという声も聞かれますよね。そうした中では埋没することなく、うん、他の産地とどう差別化していくかが課題になりそうですね。そうですね。石川県産のこうズワイガニではですね、まあ、金沢港で水揚げされて、こうされたこうワンランク上のものを加能ガニ金沢、金沢香箱と名付けて発信しましたけれども、まあ、こうしたこう特別感を出すということも今後考えていきたいですよね。また能登沖では七尾でも天然フグ、能登フグの発信に力を入れています。まあ、今までその輪島との連携というのはなかったんですけれども、まあ、県ごとの漁獲量が公表されたのを機に、まあ、これからは能登全体でこの魅力発信に協力すべきではないかという声も上がっています。まあ、いろんなこう切り口で、まあ、産地を盛り上げアピールしていってほしいですよね。そうですね。営業中の店舗が4店舗に減った金沢市の円光寺商店街に今年の秋雑貨店が再びオープンします。円光寺商店街には金沢市内でほとんど見られなくなったアーケードが今も残っています。円光寺集合住宅ができた1950年代半ばに誕生した商店街には、家電製品店に居酒屋、銭湯などおよそ20軒が並んでいました。しかし、近くに駐車場がないことや、店主の高齢化などで、去年の年末に総菜店、今年3月末には化粧品店が店を閉じました。このため、14軒ある建物のうち、今営業しているのは4店舗だけになっています。8年前まで雑貨店を営んでいた高森康樹さん、45歳は、ピンチに歯止めをかけられないかと、同じ場所で再びオープンさせることにしました。野々市市で飲食業も営む高森さんは、雑貨店では食器のほか、野菜の販売、調味料の量り売り、飲食物のテイクアウトなどを考えています。高森さんは地元の人の生活に役立つ店になれればもう一度店を開ける意味があると話しています。加賀市橋立地区の町内会などが北前選手の屋敷跡に公園を作るなど3年がかりで観光の魅力に磨きをかけることになりました。加賀市の橋立地区は2005年に国の重点圏重要伝統的建造物群保存地区に選ばれ、4年前には日本遺産にも認定されました。これによって観光客が多く訪れますが、細く入り組んだ道は迷いやすく、歩道の一部に草木が生い茂り、日中でも暗く通りづらいという声が住民の間にもあります。また回遊性も悪いため滞在時間が短いことが課題でした。
このため橋立町内会と加賀橋立町並み保存会が3年計画で観光の魅力アップに乗り出すことにしました。計画では北前船の船主だった西出孫左衛門の屋敷の跡地およそ2000平方メートルを公園にして花壇などを設けます。室生犀星原作の映画蜜の哀れなどのロケ地になった旧増田家の屋敷などを通る歩道は道の上を覆う木を伐採した上で選手として繁栄したことを解説する案内看板を置きます。加賀橋立町並み保存会は新幹線の敦賀開業に向けて町並みと自然を堪能できる橋立の良さを観光客に伝え住民が集える場としても公園を整備したいと話しています。ここにしかないいいものがありますからね、うん、そうですね。立派な屋敷群と合わせてこの街中そのものの歩きやすさとか気持ちのいい空間づくりに力を入れるということですが、はい、まあ、じっくりこの街を巡ってもらえる仕掛けも一流の観光地の条件ですよね、まあ、一つ一つ磨き上げていきたいですよね。そうですね。64歳以下を対象にした新型コロナワクチンの一般接種で河北市は来月下旬から接種券を発送します。河北市の一般接種は7月11日に始まる予定で来月下旬から始める接種券の発送ではまず60歳から64歳までに送り年齢ごとで段階的に接種を受けられるようにします。市では一般接種に円滑に移行するため7月末までに65歳以上の高齢者接種を完了させる方針です。このため7月11日以降に1回目の接種を予約している高齢者の予約日を7月10日までに接種できるよう繰り上げます。対象者には今月27日以降に市が電話で新たな接種日を伝えます。一方、河北市内17カ所の高齢者施設の入所者や職員およそ810人へのワクチン接種は今日から始まり、7月中旬に終わる予定です。中能登町は国の史跡、雨の宮古墳群で木々を伐採し、古墳からの眺めがすっきりしました。中能登町によりますと、雨の宮古墳群を見学した人から、木が邪魔で景色が見えにくいといった指摘が寄せられました。このため町は、雨の宮古墳群の中で最も大きな規模の1号墳の周辺でチェーンソーを使い、杉など20本を伐採しました。これによって古墳頂上からの眺めが良くなり、赤道山や田園の広がりなど美しい風景を一望できるようになりました。中能登町は今年度、1号墳の白石方面の木々も伐採する予定で、宝達山や日本海などを眺められるようになるということです。金沢学院大学と金沢学院短期大学のオープンキャンパスが昨日開かれ、高校生などが一足早く学生生活に触れました。金沢学院大学と金沢学院短期大学のオープンキャンパスには、高校生や保護者などおよそ250人が参加し、学部や学科の説明を受けたり、授業を体験したりしました。このうちオープニングでは、来年4月に教育学科が学部に昇格して、大学7学部、8学科と短大3学科になり、学びの幅がさらに広がることが紹介されました。経済情報学科の模擬授業では、パソコンを使った新型コロナウイルスの感染シミュレーションが行われました。参加した高校生などは、画面上で一人の感染者から周囲に感染が拡大していく様子や、人と人の距離や行動範囲の設定値を変えると、感染者の増え方が変わることに興味津々の様子でした。金沢学院大学と金沢学院短期大学は、次回のオープンキャンパスを来月20日に実施する予定です。いろんな勉強して大きくなってほしいですね。そうですね。タイムリーな素材もありましたね。本当にそうですよね。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。